ロハアロハ。雑談ラジオだったりショーツを見ていただいている方は知ってくれてる方もいると思うんですけど、先日ね一緒にハワイへ行ってきました。ました。今日からちょっと数回に分けてハワイ Vlog をお送りしていけたらいいなと思っていて、今日は出発日とハワイに着いた初日の様子をまとめていけたらなって思ってます。めっちゃ撮ったよね。素材撮ったね。なんかなんだかんだでさ500本近く、うん、まあちっちゃいちょこちょこっていうのもあるけど、うん、ちょっとびっくりしたね。びっくりした。これは大変だ編集が。すっごい楽しかったからちゃんとまとめていきたいねっていう話になって、うん、今 Vlog 作ってます。今回の旅の経緯をまず紹介説明していきたいんだけど、うん、実は今回のね旅っていうのは私の家族の、まあ、家族旅行だったんだよね。もともとはね。そう、もともとは、うん、で計画を始めた時にそのうちの両親がこの恋人さんも家族の一員として参加しないっていう風に誘ってくれて、うん、この旅が実現したっていう流れなんだよね。いや本当にありがとうございます。一緒に行けてよかった。すっごい楽しかったね。なんか緊張もねちょっとしてたんだけど、うんうん、まずハワイに行けるってもすごい嬉しかったし、うんうん、そうやって呼んでくれるのが本当に嬉しくて、うん、でさもともと結構ハワイの文化だったり好きじゃない。アロハシャツも結構持ってるし、そうそう、ウクレレとかも趣味でやってるしね、うんうん、ただね行ったことないっていうね、うん、丘サーファーみたいな、丘サーファーでやってるのかな、うんうん、なんかにわかそう。あ、着いたね。着いた話してる間にね、うん、日本の夜8時出発、向こうの朝8時到着みたいな感じだったね、うん、ぐらいの感じだったね。ちょっと着いた後ね天気が曇ってたんですけど、ね、なんかちょっとハワイっぽくないねなんて言いつつで、チェックインまでね時間があったので、うん、このね今来たピンクバスっていう、違うピンクラインっていう、うん、あの市内を回ってるバスに乗ってお昼とね、うん、あと食料の買い出しにさあ行きました。完璧だ。でこの人、そうみんな見て見て見て、えってなるじゃん。絡まれてる絡まれてる、ね、で何かと思ったらこれがピンクラインっていうバスで、うん、恋人がピンクの T シャツを着てたから、うん、そう絡まれるっていう。そうただのねなんか陽気な絡みだったんだけど、うん、もうあんないかつい人にさ、うん、へいとか言って服引っ張られたらさ、うん、なんかやっちゃったかなと思ってさ、でね、あそうで私がずっと行きたかったアサヒグリルで1食目は食べたんだよね。このお店はオックステールスープが有名なんだけど、うん、まあ、ちょっとやっぱり長旅とかで疲れてたり、うん、実はこのピンク色のね T シャツ着てる人、うん、ちょっと体調が悪かったっていうのもあって、うん、謎のねなんか体調不良になっておりました、うん、のでまずはオックステールラーメンを2人でシェアして食べたんだけど美味しかったね。美味しかった。スープもすごいあっさりで、うん、でパクチーとかが入ってちょっとエスニックっぽい感じで、うん、見てこのこれね、うん、テール、あと餃子トッピングした、そう、うん、なんかすごいさ一食目には素晴らしい、うん、そうだね、チョイスだった。うん、疲れてたからさ、うん、要は一日なんかほぼ寝てない状態みたいな感じで、うん、そうね、体調悪くてちょっと飛行機で寝れなかったんだもんね。そうそう、隣で私はもう爆睡したからほぼ時差ボケなしこれは染みたわ、うん、これ一食目だけど結構ハワイで食べた中でベスト3に入るぐらいにはね好き、うん、めっちゃ食べてる、うん、かわいい、うん、うん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 って、うん、美味しかったね、うん、もうねテールもすごい柔らかくて、でさすごい脂多そうに見えるけど、うん、食べやすかったよね。嫌な感じじゃなかった、うん、美味しかった。店内もさちょっとこうレトロな感じで、うん、可愛かったね。これ結構初日のご飯におすすめじゃない。みんなおすすめ。疲れてるし、うん、優しいし、優しいし、ほっとする。そう、ご飯食べたらめちゃくちゃ晴れててハワイだった。うん、気持ちよかったね。ちょっと歩いて
そう、目的地のスーパーまで行こうかなということで散歩してます。これね、 iPhone14 のアクションモードですか。これそうです、すごい動いてもブレないっていう機能があるっていうのを見て、早速ね使ってみて、これなんかもうジンバル持ってったんですかみたいな感じだけどね、うん、だいぶ揺れてるけど、これ本当にアクションモードでいけるんか。ここかな、ここかな、ここかな、ただ血が見えない、見えないけどアホルフェズ来ました。てかさ、このさカートすごくない？すごい。私さ今回多分初めて見たと思うんだけど、あまりに感動して、ね、カート用のエスカレーターみたいな感じだよね、うん、ね、これは感動した、うん、そう、ホールフーズっていうのは無農薬だったり有機栽培のお野菜を扱ってるスーパーで、うん、私昔カナダに留学してたんですけど、その時から好きで、うん、結構行ってるお店だから今回も行きたいなと思って行きました。なんかすごいさ、うん、面白いよね、やっぱそのスーパーって全然違う文化っていうか、うん、なんか商品の並べ方も全然違うし、結構向こうはほらこの魚介も、うん、これはこれですごい整然と綺麗に並んでるなと思ったけど、うんうんうん、そのまま ね野菜もそのままドン、うん、やっぱスーパーって楽しいよね、うん、好きなんだよね、面白いと思って、うん、見てるだけで楽しい、楽しい。で、何かを探す私、シリアルをね探してる。見本のような二度見したね。いや品揃えもすごい、てか、まあ、全てのスケールがちょっと大きかったね。そうだね、俺なんか死因の、うん、嬉しかった。でも、うん、でもなんかいつもはピーチも売ってるみたいなんだけど、うん、今日はピーチ売り切れちゃったって言ってたから、うん、ピーチの方がいいかなって思って、うん、チーズすごいよね、チーズありすぎじゃない、トムとジェリーの。お買い物が終わって天気が良かったし、ちょっと街の中もせっかくだから歩こうっていうことで引き続きお散歩してます。これはちょっと海の方に向かってるんだっけ、うん、そうそうそう、いや本当にね気持ちよかったな、この風と、うん、暑いんだけどなんかカラッとしてるというか、そう、ね、過ごしやすかったよね、うん、でこの週があの7月4日っていうのがアメリカの独立記念日なんだけど、うん、その祝日の前の週末っていうことでいつもよりもちょっとやっぱりにぎわってるっていうか、本土からの旅行客も多くて、うん、イベントごともたくさんやってて、うんうん、そういうのも見ようっていうので歩いてみたりとかもしてます。ファーマーズマーケットっていうのが近くでやってるという噂だったのでちょっとそこに向かっているんだけど、うん、ちょっと時間がもうね昼過ぎぐらいだったからお店が残ってるかっていうのがちょっと怪しかったんだよね。で行ったらちょっと、ね、お店が残ってたので、暑かったからちょっと冷たいものでも食べようってことで今いろいろ選んでるんだけど、パイナップルに入ってるジュースとか、それこそパイナップルに入ったアサイボール、そうココナッツジュースとか、ね、で悩んだ結果レインボーのかき氷を選んで、私たち2人がシェアする分と弟の分2つ買ってるところです、うんうん、大きかった、大きかったね、うん、あと氷がジャリジャリ系で、うんうんうん、でシロップも結構トロピカルだね、そうなんかココナッツのね風味があって、そうそうそう、南国を感じて、これうちの弟いかついかつでも安心だよね一緒にいると、うん、英語もペラペラだし海外慣れもしてるしね、うん、そう、うん、なんだろう、安心感はある、安心感こちらはターゲットですね、うん、スーパーです、はい、今回泊まったお部屋がコンドミニアムタイプだったことや1週間ぐらい滞在するっていうこともあって、自分たちで料理できるようにいろいろ食材を買いました。
弟がねめちゃくちゃ美味しいシーザーサラダ作ってくれたりと、うん、充実してたね。チェックインの時間が来たのでホテルに戻ってきました。今回はヒルトンハワイアンビレッジに泊まっています。入室、じゃじゃん。わー何もない。あなんか広そう。待って素敵。これ今感動してるとこですね。そうすごい私感動してるね。え海見えるじゃん。なんか最初お部屋からは海が見えないっていう風に聞いてたんだけど、うんうん、めっちゃ見えたの。ここがキッチンで、海外のキッチンっぽくてなんかね興奮したね。こちらが両親が使うマスターベッドルーム。めっちゃいいね。でほら見て、もう感動しちゃった。毎朝ここで目覚めたいね。でこちらが我々が寝ていた部屋。はいだね。とてもいいお部屋でした、うん、ここもすごい景色良かったね。でこちらが引き出しとなっております。引き出しとなっております。突然のルームツアーでございます。いい開き具合でした。そうね、スムーズだったね。スムーズだった。大変でこのクローゼットもすごいスムーズに開いた。あ見てほらスムーズちょっとガタってなってるけどすごい収納いっぱいあって使いやすかったね。うん、うん、こちらが2つある中の私たちが使わせてもらってた、うん、洗面所、うん、お風呂もついてました。そうだね。夕食はアラモナショッピングセンターのフードコートで食べたいものいっぱい買ってきました。で夕食の後はこのハワイアンビレッジ内が結構ね広いから、うん、2人で散策がてら、うん、ちょっとしたデートに行ってきました、ね、海辺もすぐ近くだし気持ちよかったね。このホテルの中にいっぱいお店があってね、うん、ここは定番の ABC ストアに、うん、もう ABC ストア何回も行ったね。そうね、なんか何度行っても楽しいよね、うんうん、そうそう、すごいね。ホテルの中だけでも十分楽しめる。楽しめる楽しめる。で毎晩ねこうやってライブやってて、さすがに混じれなかった。そうね、混じれなかったけど子供が混ざったみたいになるこんな感じで初日はね、うん、あっという間に終わったんだけども、うんうん、もうね本当に疲れ切ってたから2人ともね、うん、泥のようにこの日は眠りました。ぐっすりと。はい、それでは2日目以降の動画も楽しみに楽しみに。それではまた、マハロー。